もう触れないでいいですよね。何よ何よ、何今こうなんかざわざわしてるじゃないですか。いろいろと、ああ、ね、まあざわ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 してますけど、触れてもいいんじゃないですか。いや、いいんですけど、なんかもう、うん、逆に触れたら、うん、ちょっとなんかどうなんやろと思い出して、今日ここ来るまでは何を言おうかなと思ったんですけど、うん、なんかここへ座ったらなんか、うん、恥ずかしいなそれ、なんかいろいろ言うのもってちょっと思って。え、でもまあいつもほら思ったことを喋ってるラジオですから。まあそうなんですけど、中華屋さんで起こったことを喋るのと同じ感覚で、まあ、そうなんですけど、多分またこれが、ここで喋ったらネットニュースになり、うん、ないないはこんなこと言うてたみたいに、なんか乗っかってる、乗っかっていってるみたいで、あ、こっち側がどん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 。でも今俺喫煙所でスタッフと喋ってたで、うん、その話。せやねんけど、これがまた向こう戦略家やから、ここでまた喋ったらこれもしかして向こうの思うつもなんちゃうかと思ったり、なんかどうなんやろうなってちょっと思ってきて。思うつぼになってあげてもいいんじゃない？ざわついてるから。ざわついてる。まあね、でも我々はもう古い吉本の人間でありますから。僕が思うに、なんかいろんな人にやっぱ可愛がってもらった方が、うん、まあテレビでね長いことやってきたじゃないですか、うん、我々やっぱそのお茶の間の皆さんにこう可愛がってもうた方がええっていうふうに思っててやってきてる分があるので。基本そうやね、うまくからもう楽しもう、そう、楽しんで帰ってもらおうとかは基本ベースにあるよね。そうだから、まあお茶の間の人、先輩も含め、うん、いろんな人に可愛がってもらうのが一番ええのかなっていう、我々はもう古い人間ですので、うん、そういうような考え方ですよね、うん、私たち的には。そう、だからまあ、新しい、なんていうの、攻め方とか、うん、そういうのがもう分かりませんのでね、うん、だからあんまりむやみにこう乗っかっていくのもなと思って、うん、うん、だからスルーが一番いいのかなと思ったり、そのこの後のマジラブとかに任せてもええやろし、霜降りにバトンタッチしてもええかなって我々みたいな、もうそのまだ名指しされてる子らがどう何言うかもね。そうやねんな、やっぱり広がってはいくよ、やっぱり。そうだから、ここで我々みたいなもんがあんまりこう口出すのもちょっとちゃうかなって思いませんか。なんかそう、うん、まあでもいいんじゃない、部外者が思ったこと、うん、僕が思ったのはそれだけ、いろんな人に可愛がってもらった方がええよっていうそこだけ。俺は何やろな、まあだからやっぱりなんでそんなこと言うんやろ。なんでそんなこと言うんやろ、今更って言ったから今だからさ、うん、そうやねんな。でもやっぱりテレビ出てへんからちゃうかな。テレビ出たくてこの世界入ってきて、でやっぱすごい速さで売れたやん。まあまあそうねな、うん、だからそんなんもあってやっぱり、うん、テレビも見るやろしね。まあね、うん、でまた違うところで YouTube というところで、うん、ね、活躍してるから、うん、そもそもカジが YouTube やりますって、それこそ日本放送やんか。日本放送にカジが来て、うん、YouTube やりますんでゲストでって言って、何や YouTube ってお前。カジサック。カジサックか、うん。俺も行ったな。そう、もちろん。待ってよお前って。そんなんちゃうやろって言ったんですよ。いやいや、でよ、そんなんって言うてもたんや。まあでもそのなんか何万人になりました、何万人になりましたっていうたんびに来てくれて、うん、よかったらその、99万人の時とかに出てもらいたいんですけど、って言って、あ、もう100万人とか行ったら、それはもうやっぱり、いつか出させてもらうよって言って、うん、ほんまに行ったから、うん、その時はもうカジにごめんなよって YouTube
なんか、やるなって俺言ってもたよなって言って、カジにごめんなって言ったとこから始まってて、うん、その YouTube がこんなことになるとも思ってないから、うん、そんな人間じゃないですか、我々は。うん、もうテレビで育ってきた、テレビに育てられたっていう思いもちょっとありますんでね。うん、だからなんせそういう風に思ったという、まあ、可愛がって思った方がええよって。うんいうだけのことですね。僕なんかが言えることは、あとはもうマジラブとかに任せますよ。いや、まあ、しますよ。マジラブプレッシャーやん。この後のねラジオ、それを聞きたい方はこの後のマジカルラブリー、ね3時からのマジカルラブリーのオールナイトニッポン、ゼロを楽しみにしていただきたいな。まあでも初めてじゃないね。ご本人が反応したでしょ、松本さんが。うん。ね。ほんまに二人でご飯とか食べてもいいよね。まあいいと思うし、やっぱり羨ましいんじゃない？やっぱ憧れがあるんじゃない？でもなんていうのかな。ああいう形の表現になっただけで。でも普通喋りたかったら、なんかなんやろ、普通本人に言わへん、すいませんちょっとお話したいことあるんですけど、そうそう、普通はね言うやん、我々やったらちょっとお話あるんですけどとか、ちょっとそのマネージャーさん通じてちょっと連絡先教えてほしいんですけどとか、うん、でもその距離感にもいないって、まあ、吉本も辞めてるし、そう思ってるから、うん、遠いところか。だからやっぱり YouTube でラブコールしてるんですよ。ああ、ああいう形でしか。でも喋りたい、お話ししたいんですっていうことでええような気もするんですよ。うん。ちょっとお話したいことありますで。だから、なんていうのかな。いろんな人おるからね。そうやねんけど。これは難しいねんけどな。でも僕は好きなんですよ、その吉本の。うん、言うたら、ちょっとでも、その、年下でも早く入った人、うん、兄さん、姉さんって言うし、敬語で喋るし、うん、上の人に言われることは絶対やし、うん、もう僕らの時なんかはもうその先輩とご飯とか行ったら、先輩のグラスと灰皿だけちゃんと見とけよって言われて、うん、あいつらいっぱいないかって怒られることもあったし、うん、まず先輩のグラスなくなってるやないか、お前って、うん。減ったらもう、なくなってきたら次何か飲まれますかとか聞けよっていう、うん、そういう教えられてきたのでね、うん、そういう縦のつながりっていうのが、あって、うん、そういうのがもう好きやから、うん、さんまさんのご飯食べた時もそういうイズムだけはちょっと僕は持っときたいんですっていう、うん、あまあまあお前だけはなって言われたけどまあお前はなって言われたけどやっぱり今はもうほらなんかなんていうのかな、関係性があるかな、まあまあそうね、うん、あるかに若い頃やとやっぱりちょっとね新しい感覚的な感じもあるじゃないですか、うん、ちょっと合わせしてくれるとこもある。さんまさんもそこまでこう、なんか降りて、来てくれはるというか、うん、そういう部分もまああるじゃないですか。うんうん、なので、そういうのがまあ好きっていうのもあるんですよね。うん、まだ古い体質ですよ。うん、それは。だから。でもまああっちゃんもそんな湧かないからな。まあね。言ってもな。だから最終手段やったんちゃう？もう最終手段ちゃう？これ。そうなのかなぁ。剣達やないの。だ実際あっちゃんと俺らな、まだ吉本の時絡んでるし、うん、なんとなく人となりも知ってるやん。そうそうそう。ちゃんとしてるやん。うん。ちゃんとしてたやん。してたやん、うん。だから、ちゃんとしてるんやと思うね。何があったんや、そしたら。ちゃんとしてたて。ご飯食べた時もちゃんとしてたて。ちゃんとしてんね、あっちゃん。してるけど、大吉君と二人でご飯食べて、ちょっと、あっちゃん呼ぼうかって言って、うん、あれなんでもみあげとひげこつなげとんやん。あ聞こう言うて、電話したら、自転車で来てくれたね。何なんですか言うて、こんな時間に言うて。うん、自転車で来てるからお酒も飲めないじゃないですかって言いながら、
なんかいろいろ話したことに、ちゃんとしてんなと思ってたけど、せいや、文章だけやけど、せいやが怒ってんのおもろいな。面白いよね。まあだからそれも、だから。可愛いよね。なんやろ、乗っかって しまったというか。そのせいやが。わからんで、ね、その戦略にまんまと、せいやがガッ食いついてきたのを、バーってこう、釣り上げられたのかもわからへんし、そこはわからへん、俺らでは。釣り上げられてもええと思うけど。まあええねんけど、そういうことなのかな。何があったんやっていう。どうしたんやっていう。知ってるだけにね。俺も喋りたいよっていうさ。いや、喋ったらええけど、連絡して喋った。どうしたんやって言いたいなっていう思いはありますけどもね。まあでも。わからない。ちょっとずつこう時代が変わってきてるところも考えたんかもしれんしな。まあなあ、そういうアプローチの仕方の方がええということなのかな。だってやっぱこう SNS がな、もう当たり前になってきて、こう、ほら、わかりやすい、見方も出てくるやん。そういうあっちゃんを支持する人らも出てくるし。でもこうやってわーってなること自体が、目的やったとするなら、すごいやんか。実際我々もこうやってもう喋ってもてるし。なんやかんやってスルーしましょうって言いながら喋ってもて。るからね。スルーしましょうがもう喋ってることやからな。喋りたいんやろなーって。いやー、まあ、もうこれぐらいです。